一番最初前ね、以前やった時に58秒5だったと思うんだけど、あれからだいぶ姿が変わりまして、この間1回テストに来たら59秒5ぐらいだったんですよ。一応今スコアサーキットで GR ヤリスがレボリューションのところが58秒2っていうタイムを持ってるから、それを今日は破りたいですね。7秒台に入れたいなと思ってますが、いろいろ仕様を変えてきて今日一発目の転がしなので分かりません。はい、今回調子はどんな感じでしょうか。あ、もう全然わからんね。今回サービンを変えて、500馬力ぐらいなの。エンジンはそうですね、昨日も確認しましたけど問題ない。まあ55秒ぐらいまではさ、軽ければ軽い方がいいから。まあ前後ろ回りとか外れるとこ外して100キロぐらい軽くなったんだけど、そこからまたエアローがまあまあ要はついた分だけになっちゃったんで、前回り何もやってなかったところをまあちょっと引っ剥がしたりとかして、一晩で30キロぐらい軽くしたのかな。やるしかない。ドライバーとしてはこういう状況っていうのはどういう気持ちになるんですか。この日のこの一発のためにすごく準備して、お金もたくさん使って準備してきてるから、なんとかしてあげたい気持ちはあるんだけど、でもこのまま走るとただ車を壊すだけだと思うし、どうせベストなんか出ないし、だったらもう早くすぐ決断をした方がいいと思うんだけど、エアロつけて走ってあげたいだろうけど、今それじゃ走れないから外すよってとこだったりとか、これ難しいとこだよね。まあ、エアロなくなっちゃったけど、僕はまあなんとか走らせてもらえたら全力尽くすだけです。
とかもブレーキ踏んだらスパーンともう手をするし、まあ少しフラフラでいけない。リアが出ちゃう理由がドアのせいじゃない、車がフラフラしてるから空力ないとか、もう ABS がないとかでのフラつきだから。でも58秒2でしょ、すげえ悔しいね。なんかちょっとセット変えてまだタイヤあるから、まあ、時間あるから試してみようかなって思ったけど、まあ、むしろフロントだけ新品入れましょうか。谷口です。今日はですね、G-Force の神風ヤリスでつくばのタイムアタックやりました。その車載を見ながらですね解説してみたいと思います。今日はね残念ながら今回の仕込んできた玉のですね神風エアロがですねちょっと不具合が出てしまいまして、まあ、エアロがない状態、本当にね羊を、あ、じゃあ毛を刈られた羊のような状態でですね今走ってますけど、だからね空力がない状態なのですね、フロントもリアも なくなったので、とはいえ、まあ、普通のヤリスの状態なのでね、もっと気楽に走れるかなっていう状態なんですが、この時ね、あれなんですよ、電子制御も全部なくなっちゃってて、ABS ない、そしてトラクションコントロールもちろんオフするんですけど、それでもね、こういう車ってちょいちょいブレーキをちょびちょび触って姿勢をね安定させてくれるっていうのが働いてるんですよね。それがないんで、まるっきり持ってくるのがフラフラなんですよ。だからフラフラをですね、まあ、むしろうまく使いながら走ってるんですが、その分運転はねふらつく車をコントロールするので、運転としてはちょっと忙しい、ステーリング操作としてはちょっと忙しいんですが、そこにはもう一つ理由があって、ちょっとねリアの塔を少し開いてるんで、より車としては、まあ、ふらつく方向になってるんで、まあ、それもあって、車の動きとしてはちょっとねふらふらしてるんですけど、まあこれは僕の運転は基本的には美しさを求めているんで、あまりこう切ったり戻したりカウンター当てたりというのは好きじゃないんですけども、最終コーナーなんて、ね、ブレーキ踏んだらもうすぐリアがロック気味になってね、まずカウンターが当たるようになるんですね。進入するとまず一回こうケツがプッとこう出ようとしたりとかするんですけど、まあ、それをすぐ抑えてで走っていって、まあつまり何が言いたいかというと、干潮な状態じゃないんですけどアタックして58秒2というタイムでした。58秒2というタイム、率直に不満です、はいはい、57秒には全然入る車だと思うので、今回はねいろいろ、うまくいかなかった、まあ、エアロがまず不具合が出て取っ払うことになったりとか、ABS がなんかちょっと今時の車キャン通信というなんか厄介な通信法で、何かを触るとすぐどっかがエラーが出たりなんか不具合が出るという今時の車ならではの特徴と、そしてそれも踏まえた上でなんとか58秒2まで出たから、あとは僕の気合で57秒に入れようと思った3本目はですね、ブーストコントローラーがなぜか仕事せずにブーストが 1.3 しかかからなくて、
だったりとかで、泣きの4回目行ったらですね、なんか壊れました、何かが壊れましたなので、全くもって、よし、あのアタックしてやったぞっていう感じがないですので、リベンジ、したいと思います。